こんにちは。はい、こんにちは。北里恵です。なぜ宇宙飛行士になろうとしたのですかあ、はい、恵さん、ご質問ありがとうございます。そうですね。うん、私が、えっ、ー、と、皆さんと同じ小学生の時には、やっぱり宇宙が好きだったんですね。星を見たり、あるいはスター・ウォーズとか。 当時は宇宙戦艦ヤマトとか、いろんな宇宙のアニメとか映画が好きで,で、いつか宇宙に行きたいなというよりは、なんか大人になったらもうみんな宇宙に行けるのかな、宇宙で過ごしているのかな、なんて想像していました。だけれども、まだ日本人の宇宙飛行士はその時には誰もいなかったので、宇宙飛行士になりたいということは小学生の時にはもう想像もつかなかったんですね。なので、その当時には、 将来のね、目標とか夢っていうと、学校の先生になりたいと思っていました。それが中学生の時に、たまたまテレビでスペースシャトルの打ち上げを見てで、その中にね、学校の先生も乗っていて、宇宙から授業をしたかったっていう話を聞いて、あ、そうしてね、先生も宇宙に行くんだな、ということそして実際に宇宙船があるんだな、宇宙飛行士っていう人たちがいるんだな、ということが分かってで、日本人の宇宙飛行士も、 初代のモーリーさんたちが選ばれ出されて、それからですね、宇宙飛行士に自分もなれたらいいなと思いました。だからね、ケイさんも今ね、いろんなことを思ってると思うんですけれども、今想像できていることだけがね、すべてではなくて、これからもっともっとね、いろんな可能性が広がっていくんじゃないかなと思っています。応援しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。 こんにちは。はい、こんにちは。今野龍之介です。宇宙飛行士になるためにどんな努力をしたのですかはい、ありがとうございます。そうですね。あのー、当時はあまりインターネットもなくて情報がなかったので、どうしたら宇宙飛行士になれるのかなっていうのを大人になるまでよくわからなかったんですけれども、でも、 いろいろな国の人たちと一緒に仕事をするということで、やっぱり英語は喋れるようになりたいなと思いました。だから当時はあの、ラジオでね、よく英会話の教室を放送してくれていたので、それを聞いたり、今だとね、もうインターネットとかでもね、たくさん英語のね、あの、チャンネルがあると思うんですけれども、そういうのを聞いたり、アメリカのことを文通をしたりしながら、そして英語を ね、やっぱり、うん、話せるようになりたいなと努力しました。それから、あとは、あのー、全然関係ないんですけれども、体を高校の時にはテニス部に入っていて、運動することもね、体力づくりですかね。いろんなことをやっぱり運動している人も多いです。走ったり、なんでもいいんですけれども、まあ、あのー、うん、体力づくりにも励むように努力をしていました。 であとは、そうですね、これは振り返ってから思うことなんですけれども、やっぱりチームで仕事をすることが多いです、宇宙飛行士。だから、学校でもね、いろんなことを、多分行事とか運動会とか、いろんなことあると思います。その時にみんなと協力をするというね、そうした経験を積んでおくと、それはすごく宇宙飛行士につながってくると思っています。 こんにちは。はい、こんにちは。佐藤由紀人です。宇宙へ飛んだとき、どんな気持ちでしたかあ、はい、加藤さん、こんにちは。そうですね、宇宙に。 飛ぶ前に、実は私は訓練を11年間やっていたんですね。なので、宇宙にね、行く、打ち上がるっていう時にはもう本当に、うん、嬉しかったですし、なんかいろんな人に、でも自分一人で頑張ってたわけではなくって、やっぱり家族とか同僚とか、 私たちにも宇宙飛行士を教えてくれる先生っていうね、インストラクターっていう人たちがいて、あるいは地上から宇宙船を動かしてくれている管制官の皆さんとか、やっぱりいろんな人にね、すごく感謝の気持ちでしたね。で、宇宙に到達した時には、無重力になった時には、すごくね、やっぱり楽しかったです。想像以上に楽しかったし、また何かね、懐かしい感じがしました。あれ、宇宙初めて行ったんですけれども、あ、この浮いている感じ、なんか懐かしいなっていう感じがしました。 よく海の中に入るとね、体が浮く感じが、ちょっとお腹の中にいたときの赤ちゃんのときを思い出すのが懐かしいという人がいるんですけれども、まあ、そんな感じに似ているのかなと思いました。あありりががととううごござざいいいまましたははい、すこんにちは はい、こんにちは。千尋美咲です。宇宙に行って一番感動したことは何ですか。あ、はい、美咲さん、ありがとうございます。そうですね、宇宙に行って一番、もうたくさんあるんですけれども。宇宙から見る地球の姿だと思います。あのー、すごく、ね、昼間は。 本当に青と白が際立っていて、夜は夜でね、今度は電気の明かりが際立っていて、人の力もすごいな、自然の力もすごいな。で人と自然が一緒に共存しているんだなということがね、目、まあの当たりに伝わってきました。で私は宇宙に行く前は、やっぱり宇宙に憧れていましたし、宇宙が自分にとっては特別な存在とずっと思っていたんです。だけれども、いざ宇宙に行ってみると、宇宙はもう真っ暗で。 ただ広く広がっていてで、その中にこうしてね、青く光っている地球の方がむしろ特別なんだとあ。地球の方が宇宙の中では憧れなんだということで、考えがね、本当に180度変わったんですね。だからその地球の姿に感動しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。 こんにちは。こんにちは。古谷花子です。宇宙から見た地球はどんな感じでしたかあ？はい、ありがとうございます。そうですね、なんか地球を見ていると、本当に地球の方が特別な存在だなってね。思ったこと、先ほどお伝えしたんですけれども。なんかその私たち普段生活していると、やっぱり地球ってすごく大きなね。うんい大き とこうしていろいろこう妙を出しても大丈夫だろういろんなものを、ね、出しても大丈夫だろう母なる地球というようにねつい甘えてしまうんですけれどもでも宇宙から地球を見るとそれと地球のねこうした力強さと同時にやっぱり儚くも見えるんですよね。で空気がすごく薄かったりあるいはアマゾンの森林の辺りだと直線上に木が伐採されている様子が目の当たりに見えたり。 なんかその地球ってやっぱり一つのね宇宙船なんだな儚い存在なんだな甘えてちゃいけないんだなっていうかね私たちが回らないといけないんだなと、まあ、そんなふうにも思えてきましたありがとうございましたはいありがとうございますこんにちはこんにちは 森ゆりです。宇宙では、どのようなものを見たのですか。あ、はい、ゆりさん、ありがとうございます。そうですね、宇宙では、まあ、宇宙船の中にはね。いろんな実験装置があって、私たちネズミを十五匹連れていてね。そのネズミのね、姿も一人一人1、一匹一匹,匹個性があって、面白かったり。ぺんぺん草を育ててね、まあ、その植物の様子を育てたりもしていました。で、また窓から見る地球もね、空き時間に。 よく見て写真を撮ったりしていたんですけれども、あの、先ほどちょっとお見せした写真以外にも、オーロラもね、たくさん見えましたし、あと流れ星もね、よく見えました。地上からだと流れ星見つけるのは結構大変だと思うんですけれども、やっぱり宇宙から見ると、 あの、一日に数回は流れ星が見えていたのであ、結構それだけいろんなね、小さな隕石とかが降り注いでいるんだなと思いました。で、あとそうですね、他の人工衛星なんかもね、見えましたし、あとそうですね、人工物としては、 あの、エジプトのピラミッドが見えました。肉眼では見えないんですけれども、双眼鏡を使うとね、倍率を上げると、ピラミッドの形はくっきりとね、見えました。あと、富士山なんかもね、やっぱり自然の姿はよく見えましたよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんにちは。 はい、こんにちは。佐藤美優です。宇宙ではトイレや歯磨きなどの日常生活はどうしていたのですかはい、ありがとうございます。えー、トイレは、ねまあ、普通の…まあ に、形に近いトイレがあってで、台の方はそこで座ってね、することができるんです。ただ、重力がないので、そのままだと、下物がふわふわ浮いちゃうので、掃除機のようにスッと吸い取ってくれるんですね。で、ショーの方も、えーと、掃除機のような管を直接体に当てて、そしてスッと吸い取ってくれます。 で、歯磨きは普通の歯ブラシに市販のね、普通の歯磨き粉をつけて磨くところまでは一緒です。で、水をちょっと含んでグブグブするところまでも一緒なんですけど、それを吐き出す流し台がないんですね。なので、グブグブした後は、まあ、タオルなんかに吐き出す人もいるんですけれども、まあ、タオルもできるだけ汚さないように、 えーと私なんかもう飲み込んでいました。船長さんからね、できるだけ飲み込めと言われました。最初はちょっとね、えー、飲み込むのって嫌だなと思ったんですけど、まあ、何回かやっているとね、慣れてきます。っていう形で、まあ、ゴミも出さないとね、極力水も少ない水で大切にするという生活を心がけていました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。 こんにちは。佐藤祐紀です。はい、こんにちは。一番おいしかった宇宙食は何ですかあ、そうですよね。宇宙食はね、あの、いろいろあるんですけれども、私はやっぱりカレーライスかなね、定番ですけど、あの、カレーのルーをレトルトのパックに入ったまま持っていくことができます。でそれを オーブンで温めて温かくして食べられるんですね。で、ご飯はご飯で別にパッケージに入っていて、ご飯の方はフリーズドライとしてカラカラに乾かした状態で持っていきます。で、食べる直前にお湯を加えてもぐしてあげると温かい白いご飯になるんですね。で、ご飯とカレーとをね、スプーンでそのまま交互に食べて口の中で混ぜるんですけれども、あの、宇宙だと無重力なので、体の血液とかが上の方に シフトするんですね。で、足が細くなるんですけど、顔がむくんで、私たちよくムーフェイス、満月になぞらえてね、顔がむくんでしまいますで。そうするとね、鼻がね、やっぱり水分が多くなるので、鼻詰まりのような感じになって、味覚がちょっと鈍くなるんです。皆さんも風がひ、風をひいて鼻が詰まるとね、味の感じ方鈍くなるんじゃないかなと思います。宇宙だとそんな感じです。なので、スパイスが効いた味とか、ちょっと濃い味、かっきりした味の方が美味しいなと思いました。 ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。どんな宇宙食がねこれからいいかね、ぜひ考えてみてくださいね。こんにちは。こんにちは。中宮です。宇宙飛行士として活動している中で一番大変だったことは何ですか。 あはい。皆さんありがとうございます。そうですね。やっぱり宇宙に行く前に11年間訓練の期間があったことかなと思います。それはその時の状況によって変わるんですけれども、だたい10年ぐらい訓練をする人が多いです。で、それも最初から11年後と分かっているわけではなくって、やっぱりそうですね。 一年後、二年後、早く行きたいなってみんな思うんですよね。でも、私たちの時には訓練を開始して、四年目の時にスペーシャトル、コロンビア号が、 打ち上がってミッションも成功してたんですけど、地球に戻る直前で空中分解をしてしまうというね、事故がありました。一緒に訓練していた仲間7人もね、その中で犠牲になりました。なので、その時がやっぱり辛かったですね。で、その後宇宙船もまたいつ食べるかわからないという状況で、なので、いつ自分も宇宙に行けるかわからない、計画もどんどん変わっていく、そうした不透明な中で、でも、信じて、 そして訓練を続けていくというね。やっぱり自分の気持ちの持ち方、モチベーションを保つっていうところが、一番皆さん、私も含めて大変だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ちは片平蓮です。 宇宙から地球に帰ってきたときはどう思いましたかあ,、ね、んさんありがとうございます。そうですね。宇宙から地球に戻ったときは、うーん、まずね、重力が重いということにびっくりしました。普段重力ってあまり意識しないですよね。でも宇宙から戻ってくると、自分の頭がとにかくつけ石のように重くてふらふらします。腕を上げるのも重いです。紙1枚でも重いです。でじ 下ですね、ベロもやっぱり重く感じるので、ちょっと喋るのも億劫になったりします。あ、これだけの力に押されてるんだなと、まずびっくりします。で、そうしてね、あの、ふらふらしながら外に出たときに、やっぱり風が吹いてきたり、水があったり、土があったりで、やっぱり地球ってありがたいなと改めて思いました。今まで当たり前と思ってたことがね、当たり前じゃないんだな、ありがたいんだなということにね、本当に気づかせてもらった気がします。ありがとうございました。 はいありがとうございました。そうですね、まあ、それと同時にね、やっぱりつるっとしたものがね、食べれないのでね、なんかざるそばのようなね、つるっとしたものが食べたいなとかね、やっぱり真っ先にシャワー浴びたいなとかね、そんなこともね、地球に戻ってきたときには思ってました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、いらてください。 山田さんありがとうございました。あそれでは一旦、はい、あの離脱してください。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。はい。失礼します。